日々思うことを語る今日の一言。今パリのシャルル・ド・ゴール空港に来ました。あと2時間ほどで搭乗です。今回の、中東欧プラスワン、フランスですねのツアー、すべて無事に終えて、そして、日本帰国の手続きを全部済ませて、今やっと空港に到着したというところです。今回もとても実りの多い旅でした。また近いうちにパリ、それから中東欧にもぜひ来たいと思っています。それではまた。